最初、厚し明治43年6月21日は、日本の武士、官僚、司者内国事務権判事、西日本各地の県知事、県令、元老院議官、九中顧問官、数密顧問官等を歴任した。通称は、木山左衛門、姿八、長蔵。号は、岩社、宝北。署名は、厚島、後に特進とも名乗った。直をって知られ、 旧幕時代は王子に奔走し、一時は、西郷隆盛、大久保利道と共に、殺難の三傑と並び称された薩摩閥の重鎮である。薩摩藩士、最初厚志林の次男として生まれる。幼少期の生活は貧しいものであったが、実刑の厚志清氏が、吉祥院住職として、島津久光の長宮を受けるに従い、最初家の暮らしぶりは好転した。藩主、 島津成明に認められて環状処折り方、ついで三島方造役に任じられた。改革派である、清中組の創設メンバーとして、幼少期からの親友で豪中仲,仲間であった、西郷隆盛や大久保利し吉井友美らと行動を共にする。幕府がオランダ海軍士官を招いて、長崎海軍伝習所を作ると成明は、薩摩藩から十数名の藩士を選抜して、 派遣しているが、最初もそのうちの一人に選ばれている。同じ薩摩藩からは、河村住吉や五代、友厚なども派遣されていた。安政5年11月、西郷隆盛が、総月賞と共に、鹿児島湾に受水した際、蘇生した西郷が意識を取り戻すまで、沈騰にて看病を行う。その後西郷が、奄見大島に流されると、税書は手紙を通じた。 情報交換や生活物資の援助等を行い、西郷の奄美大島潜伏生活を支援し続けた。月勝の49日法要は、吉祥院で営まれ、以来しばしば、吉祥院は勇士たちの密談書として利用されるようになった。江戸金番を務めていた頃、国学者、平田厚茸の開いた平田塾の文科生であった、最初は厚茸の著書、 古市伝を新館観光の旅に江戸より薩摩へ取り寄せていたが、この書に青中組同士であった大久保利道の建白書と青中組の名簿を差し挟んだ上で2位の利願いを通じて久光に献上した。これは大久保の資格が低く、反しにより久光に越見することができなかったため、大久保の存在を久光に紹介するための策として行われたものであった。 こうした、最初の助力を通じて、大久保は、久光の地偶を得ることとなり、依頼班の養殖に抜擢されることとなる。万円元年には、最初自身も二の丸おようべやかき役に抜擢され、久光の側近として、その信任もますます厚くなった。天見大島に流されていた、最後の召喚が実現したのは、久光の信任を得ていた、大久保や、最初らの信玄によるところが大きい。 金門の編では、小松精霊率いる薩摩軍の参謀として一体を、率いて参戦、三発の銃弾を浴びる重傷を負いながらも、長州藩の敵将国士親将の部隊を退却させるなど武功を挙げた。金門の編以後は、西郷の片腕として、活躍、第一次長州聖伐の際には、薩摩への演佐が激しかった長州へと西郷隆盛、最後を高盛り、 吉井智美ともみとともに三人でおもき、岩国で、長州法代表の吉川京密記を説得して、長州藩参加牢の処分を申し入れるなど、長州藩の幸福における処理に努めたほか、交流のあった中岡慎太郎らと協力し、五協の筑前戦維に当たった。母親戦争では、蕎麦、富士見の戦いにおいて、海鮮日の慶応四年に1月三日夜、大阪の薩摩藩邸が、 旧幕府軍に包囲された際、これを察知した最初は自ら判定に火を放ち、その隙に保管してあった、藩金3万両を、留守協約騎馬でない、薩摩藩士、河山隙浦と共に1万両ずつ抱えて脱出、そのまま奈良を経由して、京都の西郷の元に向かった。京都到着時、すでに旧幕府軍の主会、徳川義信は、当本した後であった。 税書は3万両の半金を西郷に預け、統制のための軍資金とした。その後は大阪にあって、新政府軍の軍事費などの財政処理を務めた。右側は大久保、左側が堺県知事時代の最小淳と思われる。大久保の日記に、強税書古同行写真書投稿んとある。新政府では、内国事務権判事、ついで、河内、兵庫、堺、 奈良な,など、大久保の推薦を受ける形で、当時まだ正常不安定であった西日本各地の県令知事を歴任する。堺県知事、県令時代には、県師範学校、医学校、病院、旅行場、堺湾教科書の発行など、教育行政や、堺東大の建造など、港湾改修、紡績所、レンガ工場の建設、堺博覧会など、 商工業振興のほか浜寺公園、大浜公園、奈良公園の開設など、先進的な検知を行った。堺県令として多くの知識を挙げ、農理として評判も高かったという。当時堺県の経済振興と福利厚生の充実ぶりは他県の模範とされた。堺県令在任中に起こった、明治6年政変の際、帰京の都市であった。 西郷隆盛や村田新八と堺県において面会しており、その際の彼ら二人の様子を大久保宛所管にて詳細に伝えている。また、所管中には、鹿児島に官長を送り込んだことも記載されており、政変以降は、基本的に政府側、大久保寄りのスタンスであったことが伺える。明治9年12月、楠木正幸に対して、増樹三味の際、直視を務めている。 西南戦争が勃発した明治10年は、明治天皇の奈良行行における事務や、吉野偶像への権威などを行っており、西南戦争に関与しておらず罪に問われることは、なかったお天皇が参拝して、その存在をアピールするという一種の自業行為でもあり、それを取り仕切る立場の税所は、完全に政府側であった。明治13年3月には、 東大寺大仏殿南大門の修繕、6月には、うねび三島北領の修復が行われたが、共に最初の権限に基づくものである。明治9年4月18日に奈良県が堺県に編入され、明治14年2月7日に堺県が大阪府に編入されたが、地元の有志らにより大阪府からの分離特立を求める奈良県分地運動が起こると、 当時元老院議官であった最初は、この運動に対し行為と理解を示し、運動の推進者らに助言を与え、彼らの意を汲んで、長州罰の政府交換に上進するなど、奈良県の成立に深く関わった。明治20年12月1日に、新生奈良県が発足すると、新任の軍長平田義美は寄付金公募による公園の整備を進めるとともに、県知事、最初厚氏に、 奈良公園の拡張を上申した。これを入れた最初は、明治21年、公園地の拡張を政府に申請、内務大臣、山形有友と、農商務大臣、井上薫の連名で認可された。この結果、公園拡張が行われ、明治13年時で14ヘクタールであった公園の面積は、明治22年には、東大寺境内、 カスガの若草山などの山間部を編入し、面積は五百三十五ヘクタールとなり、これが今日の奈良公園のアウトラインとなった。奈良県知事時代におけるその他の辞席としては、神武天皇を祀るために、柏原神宮の造営を創生、死費を投じての吉野山への大規模な桜の再植、廃物希釈により破壊された、幸福寺の最高、十津川大水害被災民らの北海道、 入職事業などがある。政治家としての税書は一貫して、天皇家の権威功用を及び京都、奈良等における伝統文化の保護育成に重点を置いていた。税書は古物、美術品に精通しており、文人、知識人との交流も盛んで、堺県令時代には大鳥大社の大宮寺に富岡鉄祭を推薦し、奈良県知事時代の1888年6月には、 交流時報物調査の都市であったフェノロサを、清教授の本堂に招いて、講演を依頼するなど、文化振興的な政策、活動に非常に熱心であった。後に、宮中古門館、霧島神宮の宮寺、数密古門館を務めた。明治20年5月24日、維新の功により、死釈を授けられる。明治43年6月21日死去。去年84。 ありがとうございます。